この列車は上り貴生川行きです。発車までしばらくお待ちください。信楽高原鉄道線ではイコカカードなどの IC カードは使用できませんのでご注意ください。本日は信楽高原鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は貴生川行きです。信楽を出ますと玉慶寺前、直市、雲井、信楽宮市、終点の貴生川まで各駅に停まります。お降りの際は一番前のドアからお願いします。車内に危険物を持ち込むこと、携帯電話のご使用などは他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。優先座席はお体の不自由な方やこの席を必要とされる方に席をお譲りくださいますようお願いいたします。次の停車駅は玉慶寺前、玉慶寺前です。信楽駅は海抜285メートル、焼き物とお茶、緑豊かな高原の町の駅舎前には身の丈5メートル、胴回り 6.5メートル、重さ 8.5 トンの大きなタヌキがいつも訪れる人をお迎えお送りしております。まもなく玉慶寺前、玉慶寺前です。お降りの方は一番前のドアからお願いします。列車とホームとの間が空いていますので足元にお気をつけください。川の向こう岸に弘法大師が開祖した玉慶寺が見えます。歴史の尊厳と規模の大きさを誇る寺院で、存在する多くの仏像や石造物は国や県の文化財に指定されております。この列車は貴生川行きです。整理券をお取りください。整理券をお取りください。次の停車駅は直市、直市です。左手後方に滋賀県立陶芸の森が見えています。陶芸の森は焼き物の町、信楽の緑豊かな公園の中に陶芸美術館や信楽焼製品の展示館、また国内外の芸術家が滞在制作するスタジオを備えた文化施設です。園内には野外展示や焼き物、アート、自然を体験することができます。まもなく直市、直市です。お降りの方は一番前のドアからお願いします。次の停車駅は雲井、雲井です。右手に見えてまいります神社は日雲神社といい、この神社で毎年9月4日に行われる太鼓踊りは雨乞いを行い豊作を願う儀式で県の無形文化財に指定されています。まもなく雲井、雲井です。お降りの方は一番前のドアからお願いします。次の停車駅は信楽宮市、信楽宮市です。左側に見える森は国の史跡に指定されております信楽宮市です。西暦742年、聖武天皇が造営された信楽の宮、まもなく信楽宮市、信楽宮市です。お降りの方は一番前のドアからお願いします。列車とホームとの間が空いていますので足元にお気をつけください。次は終点貴生川、貴生川です。乗車券をお持ちでない方、途中駅からご乗車の方で両替をされる場合はお早めにお願いします。ここから貴生川駅まで約 10km ありますが、列車は山あいを曲がりくねって下ってまいります。この辺りは甲賀忍者が修行場とした山々が点在し、右手遠くに鈴鹿山系を望むことができ、タヌキ、キツネ、シカ、イノシシやキジ、ヤマバト、春にはウグイスと鳥類もたくさん住んでいます。ただ夜になりますとシカやイノシシなどの動物が線路内に入ったり急に飛び出してくるなど、運転し泣かせの動物たちです。また5月の連休頃には沿線にピンクの山ツツジが咲き、秋にはモミジなどの紅葉がお客様の目を和ませ気持ちを和らげてくれます。さらに秋の味覚、
松茸の産地でもあります。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点貴生川、貴生川です。お忘れ物のないようお支度ください。 JR 草津線、近江鉄道線は乗り換えです。お降りの際は一番前のドアからお願いします。乗車券をお持ちでない方、途中駅からご乗車の方は運賃を精算後、乗り継ぎ券をお取りください。本日は信楽高原鉄道をご利用いただきまして誠にありがとうございました。